キャベツがあるやと、すげえイベントやってんかも。キャベツはやってないと思う。だって何やったかその辺かなと思ってやってんだろ。うん、お祭り自体はもともと大きいんですよ。うん、あ、やっぱ河野太郎来てるからでかい。なんだかんだで見たくなるやんけ、来るなら。河野ちゃんもやっぱ人気なの。いや変な話、岸田が来たらみんななんだかんだで見たくなるから来るんだよ。死ね死ねって言ってる割に。俺は見たくもないけど。え？見たくもない。うん、何もできない。正直人混みが大嫌いなの。いや、いや、硬いんだよこれ。硬っ。いや、超硬っ。あれ思い出した、あのさハムスターのゲージ破壊事件。うん、あれなんかクソ硬かったな。ほんまにさ止まったと思ったらさビリ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 とか。うん、所詮よりは使えない。ごめん、あれはね申し訳ないけど、あれはわざわざじゃないけどね、泣きたくなった。あれを耐えられるようにできてるさ作りだと思ったんだ。ちなみにこのポテチクソ高かったよ。400円だったポテチね。でもう一個あって作るやつだったんだよ。それ超めんどくせえじゃん。まあ ね。だったらこっちのなんかもう初めから味染みてるやつでいいやと。まあ結構癖になる味だよね。程度、ありがとうございます程度でした。